実験開始。もうリス業界でもクマ業界でもアウトロー、そんな危険な存在リスクマ先輩の安心安全人生相談コーナー。なあ、愛にまつわる生々しい悩みや恥ずかしくて人には言えない質問、ストレートにあれの話などをリスクマ先輩がまろやかに解決いたします。お任せあれ。それでは早速相談してみます。ほうほう。私は合理的な考え方が好みなので、不要を消すという非生産的な作業に疑問を感じます。どうしたらいいですか？逆に考えることだ。不要を消すことに虚しさを覚える。そんな時にはむしろ必要に脳みそ麻痺するほど不要を消してみる。なるほどなるほど。それでは早速、何はともあれレッツ不要勝負。件大成功。分かったかね。わかりました。考えて連鎖して消す、この行動自体に楽しいというかけがえのない価値があったんですね。じゃあそれで。今日はこれで失礼します。チャッチャラチャラララチャッチャッチャチャッチャカチャカチャカチャチャッチャッチャ。リスだかクマだかわからない人が歌ってる。何歌ってるの？私による人生相談コーナーの出囃子だよ。人生相談、ちょうどよかった。重たい悩みがあるから出囃子が終わったら相談しよう。ところで出囃子ってなんだろう。まあいっか。チャッチャカチャカチャカチャッチャッチャ。
実験大成功。では改めて悩みを聞こう。お嬢さん、なんだっけ、およ勝負したら忘れちゃった。あー、すっきりした。じゃあね。そこのお嬢さん、こんにちは。何か相談があるならお気軽にどうぞ。こんにちは。恥ずかしがらずに、さあどうぞ。はい、ふんむ。相談っていうのは、実は自信がなかったり引っ込み思案だったりを直したいと申すなら、性格ばかりは変えられないので部屋から出るの。終わり。そんなでも、ああ、背中がムズムズする。ぜひともお引き取りください。残念です。実験大成功。続きまして、次の相談者です。おやおや、丸い人よ。お悩みをどうぞ。ケロケロリン。ケロケロケロロケロケロケロン。
事情は分かりました。お答えしましょう。ズバリ、寝ている間に箱詰めにして海に流すが正解。テロリン、ご満足いただけたようで。テリア、お礼のぷよ勝負ですか。I love you. テロ。テロ。なるほど。テロ。さらしてよ。テロ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 。問題発生。テロ。テロ。なるほど。さらしてよ。I love you. Ooh. 実験大成功。さて、言った、いいことをすると気持ちがいいな。またまた次の相談者です。じゃーん。よう、マグロ君よ、お悩みをどうぞ。僕、ゲームが好きなんですよ。ほうほう。デジタルゲームとアナログゲーム、トントンくらいで。ん？アナログゲームはボードゲームやカードゲームなどが主流ですが、愛好家の間ではゲームブックによるソロプレイも盛んです。今となってはデジタルゲームの流行により垂れてしまい、コレクターズアイテムとしての色が濃くなってしまったゲームブックはオークションなどで高値で取引されています。僕としては貴重品扱いされるより、ちゃんと子供がワクワクしながら遊べるものとして出回ってほしい。 D&D に憧れながら氷山の魔法使いを徹夜で遊び、手作りマップ片手に本気で謎に挑んだあの感動、子供の想像力がなければできない体験だと思うんです。デジタルゲームにもそれはそれで良さがありますが、想像力によりオリジナルの設定を構築したり、偶然や一期一会の体験を手に入れたりするという意味では、やはりアナログゲームかなと。それなのに昨今のアナログアイテムの値段の高騰ぶりは、僕の愛した体験を子供から奪っているのではないかと。マグロ君、タンマ、ギブギブ、私に言えることはないようだが、何はともあれレッツブヨ勝負。1 2 3 4 5 6 7 6。なるほど、7、そういうことか。おドッカーン、 I love you。
さらに出てピアーノ、それおいさつだ、愛してる、あんなあんなあんなにあんなさんぬよさんぬさんぬ反撃開始7さんぬさんぬふ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 んぬ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 そういうこと、覚えてな。実験大成功。なんだか話してたらすっきりしました。そうかよくわからなかったが、それはよかった。それじゃまた。または嫌だな。また次の相談者です。人生相談コーナーですの？はい、お嬢さん、お悩みをどうぞ。悩みならつきませんわ。まず世界一綺麗になって、ありとあらゆる綺麗な宝石を手に入れ、自由と心の平穏と良き友人にも恵まれたいんですの。ほう。安定した生活と同時に刺激的なロマンスも欲しくって、気楽に騒げるパーティーの次の日には知識欲を満足させる本もいりますわ。それでいて誰からも嫉妬されず尊敬され幸せになるにはどうしたらよろしいかしら。お嬢さん、何ですの？非常に強い自我を持っていて、ある意味尊敬です。よくわかりませんが褒められてますわね。すみませんが、その悩みには答えかねます。まあ役立たずですわ。のう、それならせめて気晴らしに、いざ不要勝負なら。
実験大成功。すっきりしましたわ。ごめん、遊ばせ。欲望のフルコースか。ああ、驚いた。また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 、次の相談者です。私？はい、お嬢さん、お悩みをどうぞ。悩みか。いきなり言われても思いつかないよ。そんなわけはありますまい。生きるということそれ自体割と悩ましいこと。そうなの？人は自分を納得させる手法を探して結構悩んでいるものです。心当たりがありましたか？お腹減ってきた。これって悩みだよね。よし悩むぞ。お腹減ったよ、悩みでいっぱいだ。気を紛らわすためにいざ。ブヨ勝負？反応ライブ。1、2、3、4、5、6、7、実験成功。1、2、3、4、5、6、7、実験成功。実験大成功。この勝負してもお腹減った。何か食べ物を探しに行くぞ。じゃあそういうことで。ああ、一件落着。
またまたま、ま、次の相談者です。シェゾだ、お前に聞きたいことがある。まともな相談者らしい。嬉しい。さあお悩みをどうぞ。ああ、実は俺はアルルというやつの魔力を奪いたい。しかしいつもなんだかんだで失敗している。無理やりにでも手に入れたいから、そいつを見かけたら押さえつけておいてくれないか。まともじゃなかった。失礼ですが、愛の告白なら直接言った方がいいのでは。違う、そうではない。そいつが欲しいだけだ。失礼な。いや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 、欲しいというのが。うるさいぞ、とやかく言うなら。いざ、ぷよ勝負。実験大成功。お、覚えていろ。去っていった。今日もいろいろな悩みを聞いたな。やり遂げたところで、それではまた。終わり。